公立高校の入試の国語では都道府県によって10点から20点分の小論文の作文の問題が出されます。この小論文作文の問題を10点から20点配点の点数分だけ確実に取れるようになったらいいなって思いません？取れるんですって言うと、いやいやそれは勉強すれば点数取れるようになるかもしれないけど、他の科目の勉強もしないといけないのに小論文作文の勉強に時間かけられないよって思う人もいるでしょう。そうですよね。いや気持ちわかります。そこで私は短期間のトレーニングで誰でも高得点が取れるようになる小論文作文の書き方を、これまで合計25年以上英講ゼミナール、駿台、河合塾などで生徒たちに伝えてきました。結果、教え子たちからは最初は2点ぐらいしか取れなかったのが、もう毎回満点取れるようになりましたって言われるようになったんです。そのうちに私は勤めている塾の生徒だけでなく、もっと多くの日本中の、いや世界中に住んでいる日本の高校受験を目指す中3生に教えたいと思ったんです。そこでオールアバウトという日本最大級の総合情報ウェブメディアから小論文作文の書き方紹介記事を配信してもらいました。その記事を配信して間もなく角川の編集の方から連絡がありました。この記事の内容を参考書にしたいと思っているんですがいかがでしょうという執筆依頼です。そうして2015年に高校入試塾で教わる小論文作文の書き方が出版されて、ありがたいことに繰り返し重版がかかって、あさって9月10日現行版から最新の入試傾向に合わせて大幅に加筆した改訂版が価格据え置きで出版されます。しかも今回の執筆は都立高校推薦入試指導を中心に長年実績のある石井智也氏との協調です。かなり実用的な一冊に仕上がりました。本書で伝えていることは大雑把に次の2つです。1つはありがちな減点パターンを知ること。もう1つは簡単に高得点をもらえる型を知ることです。公立高校一般入試の作文はうまさではなくミスの少なさで得点が決まるんです。なぜなら一般入試における小論文作文の採点は加点法ではなく減点法で行われるからなんですね。いくら素晴らしい表現や文学的な言い回しをしても、この部分はよく書けてるから3点あげようということにはなりません。むしろ漢字が間違ってるからマイナス1点、結論が課題のテーマとずれているからマイナス5点というようにミスがあれば確実に減点されます。そこで素早くミスなくマスを埋めることが大切です。ということで素早くミスなくマスを埋める3つのルールを紹介します。ルールその1はテーマに合った作文にすることです。公立高校入試の国語の入試で出される作文は与えられた文章や表グラフに対して考えを述べるものです。例えば都立高校入試のように文章に対して考えを述べさせるタイプでは、最終段落で筆者の意見が書かれているところに線を引きましょう。なぜ最終段落に線を引くのかというと、筆者が一番言いたいことは最終段落にまとめて書いてあるからです。そしてその線を引いたところに対して自分の意見を述べるようにすると、文章のテーマに合った作文を書くことができます。この与えられた文章のテーマに合わせて書くというのは重要ポイントですよ。作文がそれなりにうまく書けていてもテーマとずれていると大減点されます。いやーいるんですよ。ご飯派？パン派？って聞かれてるのに、最近変な名前の高級食パン専門店増えてるよねみたいに答えるパターン、ご飯かパンか聞かれたことにちゃんと答えて。より良いコミュニケーションがテーマなのに、もっと友達を大事にしたいと思うなんていう結論で終わってるパターンですよね。テーマに沿って書くのは大前提ですよ。ちなみに入試でよく出される傾向のテーマは決まってます。それは次の6つです。コミュニケーション、科学技術によってもたらされたもの、環境問題、グローバル化、社会の変化への対応、SDGs、持続可能な開発目標ですね。これらのテーマの文章の趣旨はもう決まってます。思いっきり単純化すると、大事なことだからみんなもっと問題意識を持ってより良くなるように考えていこう。以上です。この6大将軍テーマで作文を書けるようになっておけば、このテーマから少しぐらいずれたテーマが出題されたとしても、ちょっとアレンジすればそのまま使える作文になります。ちなみに改訂版高校入試塾で教わる小論文作文の書き方では、これらのテーマの作文例を何パターンも紹介しているので、うまく使ってもらえればと思います。ルールその2は毎回決まった型で書くことです。
毎回決まった型で書けるようになると書くスピードが大幅にアップする上に安定して高得点を取れるようになります。高校入試の作文は感想文ではなく小論文です。小論文は型にはめやすいんです。型を制する者は小論文を制すですよ。少し練習すれば楽に書けるようになります。具体的に説明します。1段落目では自分の考えが筆者の意見や表やグラフが示していることに賛成であることを宣言します。なぜ賛成の立場で書くのかというと、単純にその方が簡単だからです。反対するには筆者以上に説得力のある文章を展開する必要があるし、仮にそれができても加点されるわけではないのでメリットはないんですよね。次に、確かに何々かもしれない、しかし何々だという文に当てはめて書きましょう。自分とは反対の考えを確かにで挙げてからしかしと書いて自分の考えを述べると説得力が出ます。次、2段落目です。入試問題作文ではあなたの体験をもとにという条件を加えている都道府県が多いです。特に体験を盛り込むことが条件になっていない場合でも、2段落で体験談を紹介することで1段落で述べた意見が正しいことの証明となるので具体例を書きましょう。都合のいい体験談がなければ作って OK です。採点する人は受験生の部活や日常を把握してないですし、そもそも文章の正確さや論理性、テーマとの整合性を見られるので内容はありきたりなもので十分なんです。コミュニケーションなど日常的なことがテーマであれば、先日部活でとか、先日友人ととか、先日家族となどと書きましょう。科学技術によってもたらされたもの、環境問題などスケールの大きいテーマが出された時の具体例の挙げ方は、先日ニュースで何々ということが報道されていたとすれば OK です。入試問題のテーマに使われるくらいなのでニュースになっているはずです。具体例を挙げた後は最後のまとめで、このことからも何々ということが言えるというように、具体例から学んだことを一段落で述べた意見とずれないように一般化してまとめれば完成です。ルールその3は、ミスをしないことです。入試作文の採点は減点式でしたね。うまい表現があっても加点されませんが、ミスがあれば確実に減点対象になります。ミスを減らすには、ありがちなミスのパターンをあらかじめ知っておくことです。次によくあるミス4パターンに当てはまらないように注意しましょう。ミスパターン1は文体の混合です。ダ・デアル調とデスマス調が混じっているケースです。ダ・デアル調かデスマス調のいずれかに統一しましょう。混ぜるな危険ですよ。ミスパターン2は話し言葉で書くことです。でも、だけどはしかし、なのではだから、やっぱりはやはりというように書き言葉で書きましょう。ミスパターン3は漢字のミスがあることです。少しでも自信のない漢字は似たような意味の別の言葉にすればいいんです。ちなみに友達って書く人多いんですけど、友達のダチの6画目から8画目は横線3本です。2本にして減点されるケースが多いので気をつけましょう。と言って気をつけられないのが人間です。そもそも友達って書かないで友人と書けば早いし間違いません。 NO 友達。さっきの友達のダチとか、あと完璧のペキの字、完壁になっちゃってるケースが多いんですよね。書いてるそばからもう完璧じゃないじゃん。自信がなければ完全などに置き換えましょう。ミスパターン4はマスの使い方ミスです。段落最初の一マス目は開けて書きましょう。マスから字がはみ出すのも減点対象になるので書き直しましょう。ひらがなの形にも要注意ですよ。字に自信がない人は正しいひらがなの形をもう一度見直しておきましょう。これですね、改訂版高校入試塾で教わる小論文作文の書き方の40ページ41ページを写しておきますよ。さて、いかがでしたでしょうか。最低5年分の過去問に取り組んで書いた作文小論文を学校の先生や塾の講師に添削してもらって高得点を取れるよう練習しましょう。最後にもっと大切なことを伝えますよ。古文の読解や数学の証明問題などに取り組んでいるとき、こんなの社会に出たら役に立たないのになーなんて思ったことありません？確かに受験勉強はその学習内容自体の習得よりも勉強の仕方を身につけたり、複雑な思考をする力を培ったりするところに価値があります。そういう意味では受験勉強の対象である各科目の内容は本質的な力を高めるための材料に過ぎないということができるかもしれませんね。しかし入試小論文作文は他の科目と一線を画しています。それは合格するための書き方を習得すればその知識をそのまま活かせる場面が将来いくらでもあることです。
例えば社会人になって営業用のプレゼンシートを作成するとき、大勢の人の前でスピーチするとき、レポートを作成する機会もあるでしょう。そのような場面でも今回お伝えした書き方を応用すれば、周囲から一目置かれる文章を作成することができます。実は今このメッセージも確かに、しかし、例えばという作文の型を使ってお話ししているのに気づいたでしょうか。文章力は汎用性が高く一生役に立つ能力です。今回伝えた内容を実践して合格を勝ち取りましょう。そして将来文章力に自信のある社会人になりましょう。もう20年以上前になりますが、私が入試小論文作文の書き方を教えた安藤君は、まさに入試小論文作文の勉強を通じて文章への関心が高まって、今東京の法律事務所で弁護士として活躍しています。僕の名前出していいよって言ってくれたので出させてもらいました。安藤、久しぶり、見てるかな。ということで、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。これからも子どもたちのより良い学びのために、生徒指導と同じくらい精一杯動画を作って配信していきます。時期に合わせた内容を中心に配信しています。最新の配信をお見逃しないよう、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。